生は、塩に、結晶系は、まさかと明ら系。地表では、存在が稀であるが、マントル線位層から、株マントル程度の高圧条件下ではに酸化系素は、スティショバイト構造をとると考えられている。隕石が、地表に衝突した際にも生成する。例えば、1962年に、バリンジャー隕石孔から発見されている。名前は、 ロシアの鉱物学者セルゲイエムスキ総ブにちなむ、石英を含んだ岩石英の超高速度隕石衝突の影響によって、非常に高い衝撃圧と高温で形成される、二酸化ケイ素の結晶系の一つ。ケイ素原子は非常な高圧化では6個の酸素原子が、配慮した八面体構造をとることもある。1961年に、 ソ連の SM スティソーブと SV パポバが摂取1200度、160カバーという条件下で人工的な合成に成功したのがスティショバイトである。長い間、最も硬い酸化物とされてきたが、2002年にア酸化ウ素が見つかったことから座を開け渡した。超高度材料として、切削工具に利用される単価タングステンよりも硬いことは分かっていたが割れやすいため、 これらの用途には通常使用が考えられてこなかった。しかし、ナノタ結晶シスキショバイトセラミックの割れにくさの指標が10から13分パ M1、2という高い結果を示し割れにくいことが判明したことから性質の解明と応用が考えられている。フッ水素と反応しないことから石英と分離する際に使用される。ありがとうございます。